музыка 皆さんこんにちは竹信美恵子の信じられない本当の話のの話時間ですこの番組は働き方改革といってなんとなく働き方が良くなっているかのように見えているこの世の中で一線の現場の働く場所からゲストをお招きして「いやもうそんなことになってませんよ」ということ「じゃあどうすればいいの?」ということについてその皆さんに情報を提供していきたいという番組です。 今日はえ三回目、まあ四月から始まったんですが、その三回目になります。え今日のテーマはそのキャバキャバ場の差別がコロナを実は広げているかもしれないというちょっとショッキングなテーマになります。ええー、とそのキャバキャバ場ってまあキャバクラで働く人のことをよくそういうふうに言うんですが、そのように言うとなんとなくキャバクラという飲食店でええと楽しそうにこう座って喋っているだけで。 で気楽にお金を稼いでいて派手好きな人たちみたいなそういうイメージしかない人が多いと思うんですねでも実際は動画にも見られますように労使交渉もやっているみんな生活がかかっていていろんな苦労をしながらお金を稼いでいる人たちがとても多いんですね。ですからまあ労働者とと言っていいと思い思ますただしそういう人たちがそのような目で見ていただけないということでいろんな差別に遭い それが今回のコロナ災害とも言える状況の中で大変な思いをすることになってしまったということでえ今日はその、えー、キャバクラで働く人たちを支援するフリーター全般労組キャバクラユニオンの共同代表布施恵理子さんをお招きしております布施さんよろしくお願いしますよろしくお願いしますはい。布施さんはずっとこのテーマに関わってきたわけですけれども、はい、ご自身も えっとそのキャバクラで働いて実態を確認されてずっと働いてきた方なんですよね。ちょっと自己紹介していただけますかえっとまあキャバクラユニオンでまあもうそうですね十一年立ち上げてから活動始めてから十二年経ちまして、そのずっとキャバクラで働いている方の労使交渉をしてきたんですけれど、まああのとにかくいろんなまあ 私もキャバ嬢という方をちょっと今日はしようと思うんですけど、はい、キャバ嬢の方とお話をしていくうちに自分でも実態を知る最後のチャンスだなという、うん、20代後半の時に思いまして、はい、まあちょっと、えー、自分も、えー、いつかその交渉するであろうと思いながら、うんえー、キャバクラで働いたということがあります。はい、あそうなんですね、はい、じゃあユニオンを始めてから そうですね。キャバクラでも働いてみようということで、そのキャ,キャバ嬢になるものになってみたっていう時期があるわけですね。ええはい、実はあのおせさんはその状況とか労働問題につきまして、えー、本,本もお書きになっています。ちょっとご紹介していただけますか。はい、はいえー。キャバ嬢をなめんな。なめんな。うん、はい。はい、ええー、まあ何でしょう。えっ、ー、とまあ見た目は。 まあ、あのキャバクラで働いている女性、うん、あるいはこれから働く女性に、まあ、手に取っていただきたいということですごい可愛らしいものになってるんですけれど、はい、あの実際にはあの本当に労働組合の本ですね、うん、あのキャバクラの労働実態がい,にいかにひどいかでそして、えー、その中で、えー、立ち上がって自分の現状を変えていくと。 いうことを、えー、している人の労使交渉の話というのが書いてあります。はい。実は私も伏せさんのご協力も得ながら、まあ、他のいろんなあのキャバ嬢の人たちとあの取材をさせてもらったことがあって、2年間ぐらいですね。20人ぐらい今お話を伺ってきています。で、それで見ていますと本当に割と苦労の多い。 いもう苦労が圧縮されてます、ね、いや本当にあの、えー、例えば保育園がないから、うん、そういう,こう保育施設があるようなお店を選ぶとキャバクラだったとか、うん、それから営業成績上げなきゃいけないからお酒を飲んで体を壊しちゃったとか、うんねうん、大変なことですが、うん、そのような働き方に対して実はなんとこの度休業保証を 出さないということが一時ですけどもねあの政府が、えー、そういう措置を取ってしまったということがありましたでこの休業保障というのは、えー、その学校の一斉休校ということを2月27日に安倍首相が突然なんですけども言い,言い出したんですねですから何にもおかの仕組みができていなくて、えー、ただいきなり一斉休校っていう形で要請をしてしまったそうですね、はい でそれにやっぱり働くあのワーキングマザーたちからそれでは働けなないいですすという当然がががらあの声が上がりますでそれでそれに対してじゃあ休業保障をその間なんとか出しますからということで一見落着しそうになったのですが実はその3月2日にまあ休校対応支援金というものを出しますよと発表したのですがそこに風俗とか接客を伴う飲食店は働く人は 対象外女性給の対象外であるというふうなことが入っていることが分かっちゃったわけですね。はいはい、あれはははそその時政府は発表はしてなかったんでですすよねそうですねう、えー、もう最初はしらっと、はい、あの出してたんですけど、うん、すごいあの10枚にわたる、まあ、あの給付の条件みたいなものが書かれている中で、うんはい、支援対象会社の中に、うん、あの風俗の働き方というのが、はい もうバッチリ入ってましたあれは確かあの雇用調整助成金と今話題になっていますけれどもあの、えー、と社員をクビにしないで雇用を維持した人に対するその助成金が政府にも,あるもともとあるわけですけれどもそこの中の対象からも、えー、と風俗関係等々は暴力団などの反社会的集団ってよく言ってますが、えー、とともに除外になっていたというバックグラウンドもあって。 なんとなくそう言っちゃったみたいなところもあったと思うんですよね、えー、どうなんでしょう、えー、あのこうずっと続いてきているわけですよね、えー、そうですよね今までいろんな支援から、うんはい、それがそのまま続いたっていうような、ねうんうん、そうですよね労働者としての支援から排除されてきているというもともとの状態があってそれが今回そのままストーンと言ってしまった、うんうんね、多分そこに何の疑問も、えー、まあ政府の人は感じてなかったんだろう,うそういうことですよね でそれに対して、まあ、ネット上とかでおかしいじゃないかという声が上がり年表といいますか、えー、見ていただくと分かるんですけど、うん、経緯を見ていただくと分かるんですが、えー、と3月2日にまあ 小学校と休校対応支援金で保障しますよという発表をしたわけですが、うんえー、その後入ってないじゃないかということがだんだん明るみに出てで4月2日の段階でスウォッシュ、うん、これはあのえっと政府族に関わって働く人たちのえだ支援団体ですよね,、えー、うすねはいスウォッシュが、えー、風俗で働く人々の差別を助長するんじゃないかと言って、うん、撤回を求める要望書をちゃんと出して、うん いるわけですねところがそれに対して、えー、加藤厚労省が「取り扱いを変える考えはない」と一遍言ってしまう、えー、それはもともとそういう作りになってるんだから責任ないですよと、はい、多分そう言いたかったのだろうと思うんですが、えー、しかしそれは思わぬ波及効果をさらに生んでしまいます。と、はい、いうのはその2日後、えー、とテレビの番組で、えー、タレントの松本人志さんがこんなことを言ってしまう。はい、水商売のホステステさんんが仕事を休んだからといって 普段のホステスさんがもらっている給料を我々の税金では俺はごめん払いいいいたくなわわとううふうに言い放つわけですよね、ええ、でそれにいろんな人がこうして俺も税金払いたくないとかツイッター上でもいろいろなこれに勢いを得たかのような発言が相次ぐという副作用を生んでしまう。 そしてまあついに4月7日に加藤厚労大臣が風俗関係者も対象にしますということで全言撤回という形に、うん なるわけですねでその後とはもう雇用調整助成金でもそういった除外はしません、はい、休業保障でもしませんと、はいいかつ今回の,あの定額給付金10万,10万円の給付金ですね、ええ、これについてもあ特別定額給付金でしたっけ、はい、これについても対象になるということで、はい、一応ですねそういったこう職業差別と言われたものは、えー、解消されたというふうに見えるわけですが。はい ただ、それに対して一切の謝罪もなければ何が問題だったかっていうことも一切言われていないということはただ問題であるという声が上がったから取り消したというところなのでこれは差別を解消するにあたってはとても不十分なものといますねなんかしゅるしゅるっていう感じで引っ込めたていうなことになってしまっているので。 あのえっとねさこうやっぱ感染症ってね私思うんですけど、うん、あのすごく差別が禁じてな何で,でもちろん差別は禁じ手なんですけど、うん、とりわけこれを防止しようと思ったら 差別はしたら防げない、うん、といととうことですよね,そうですね例えばあのちょっと古い話なんですけどね、うん、19世紀の欧州の都市でスが整備されたっていうのがありましたよねあれ実はそういった感染症あの、えー、とコレラとかですね、うん、いろんなものが流行るわけですが、うん、産業革命です19世紀っていうと。ですから都市に労働者が集まってきて、えー、その都市の状況が非常にこうその貧乏な人たちで低賃金ですからその人たちがひどい状況に陥るわけですね。 でそ,そこを貴族も富裕層もほったらかしにするもう自己責任やろうとか関係ないやろうみたいな形でほったらかしにしてしまうわけです。うん、格差社会ですよね、うん、でその時にどん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 そが広がっていって、うん、それでと彼らも貴族もかかっちゃうと、うん、じゃあこれは何とかしなきゃって言って下水道を整備されたっていきさつがあるらしいんです。<ー>ということは禁じ手なのですがこのように今ご覧になっているようにいろんな差別的な言葉が次から次へで、うん これどうでしょうかまあ,、はい、あの普段からやはりそのキャバ嬢に対してのこうしたネット上のヘイトっていうのは多いっていうことはあるんですけれどやっぱり。 こういうこう皆さんが不安定になっている時期っていう非常事態になっている時っていうのに、はい、こう余計に差別がこう表面化してくるっていうところがあると思うんですね,ですね。はい、でやっぱりあのまあネットだけではなくそういったテレビであるとか、はい、そのまあラジオであるとかそういったことで著名な方もえそのまあ補足にお金給あの給料を保障したくないとかまあいろんなことを もう公にどんどん言ってしまうような事態、はい、でそれに対してまたこうしてもバッとこういろんな方が一込みするっていうことが起きているっていうことがあると思います。はい、はいうん、あのそんな不安定な職場を選んだのは自分だろうっね、えー、そういうことあのこのコメントの中にありますよね。えーうん、しかしその選んだ人を放置したらさっき言った19世紀の感染症になってしまうので、うん、何を考えているのかと私なんかもびっくりしちゃうんですけど。 うん、かつその職場の,その選んだっていうのがもちろんこの仕事が好きでっていう方もいるとは思うんですけどそ,す、ねはい、それってやはり少数で、はいはい、どちらかというと金銭的な経済的な困難から、はい、あのどうしてもやっぱりそのダブルワークしなければ食べていけないとか奨学金返さなきゃいけない、うん、シングルマザーで子供を、はい、あを食べさせていけないっていうことで働く方が多いので。その 職場を選んだのは自分だろうと、うん、そんなことを言われても、はい、じゃあ全ての職業って全部自分が選んでるっても言えますし選んでないとも言えるのでそんなことを前提にして、はい、あのまあ 保証をしなくていいって言われてしまうと、うもうそれ完全にまあそこだけ支援の枠から切り落としていいっていうことになってしまうので、はいえー、そうですよね。食べられない人を膨大に増やしていくと、で,、ね、で特に困ってくる人も結構多いです,ですよね。すごく多いです、ね。はい、あの、はい、入職しやすい仕事に得やすいので比較的、えー、敷居が低いところですよね。そう,ねはい、そうすると困った時にまあそこに行くしかもないかなって言って、うんえー、その、えー、働きに出るっていうことになりますと、その人たちがさらにそこで 二重にひどいことになるってことを容認しちゃうことになるわけそうです、ね。どのような感じでしょうかね。はい、やっぱり、えっ、ー、と。まず、世間の人があまり、こう。うん キャバクラっていうのが労働ではないいっていう価値観をすごく持っていて例えば学生さんであるとか、うん、若い女性が、うん、まあ夜ちょっと働いて、えー、短期間で、まあ、いいお給料を得るっていうふうに思ってる方が多いんですけれど、うんはい、実際は、まあ、昼間働いて長時間、えー、もうフルタイムで働いていてもその稼ぎだけでは働あの生活できない何らかの自由があ理由があって、うん、もうさらに、えー、睡眠時間を削って、うんはい、夜も働いて 楽とか、はい、あのそういう状態が多いんです、ねうん、例えば、えー、本当に若い方でもあの親御さんや兄弟を食べさせなければいけないとか、はいえー、まあ、えー、病気の、えー、家族のために、えー、もう仕送りをずっと続けなければいけないとかそういうこともあるので、うん、あのそういった中で、えー、もう労働者性がすごく高い仕事なんですね。うん、時間管理とか、うん、普通の職場よりも罰金があったりとか<ー>、えー、かなり、えー、こう 何時に来て何時に帰るっていうのは、うん、あのより不自由に<は>、えー、経営者の方に決められるようになっているのに、はいえー、それなのにまあなんか、えー、フリーランスとか、うん、個人事業主とか、はい、好きな時間に行って好きな時間に帰れるみたいなイメージがあって労働者ととすらも認めてくれないと、うん、あのここにちょっと、えー、削除されてあってなかったんですが、はいえー、座ってるだけで1万円稼げる あ、これ多いですよね。時給一万円っていうのがあって、これもう待機してるだけで1万円出るってことその人は言ってるんですね。もうそれは一体まあその人がおお客としてあのお店に行ってその働いてる女性にそう聞いたって言うんですけど、まあ私は待機していたりま接客していても時給1万円もらえるっていう人も。 聞いたことがないですねんそんなに高くないっていうことになってしまうんですね中にはたまにね高級なケバクラで,うで、ね、モデルさんみたいな方で、はい、半分芸能人みたいなててうような方もいて、はい、そういう方がやっぱりそのまあ、えー、すごく稼ぐっていうことはあると思うんですけど、うんはい、まあそれってまあ野球をやってる人の中の 全人国際野球も全部かあてプロ野球選手がいてその中のイチローは1億稼いでるじゃないかお前も野球さえやってれば食べられるんだろうっ国草野球の人に言ってるみたいなそううういよなものすごく理不尽な物言いですよね。うん でも中には最近はの経営者の側がね労働時間を外す形の形だけですよ、ええ、その自営業なんだからと言ってなるべくその労働法の保にから追い出す形にしてるお店って多くないですかとにかく、えー、経営者の方もやっぱり多くの人はもうこれもう。 私の経験上ででではもう断言できるんですけど、はいまあ、最初から搾取するつもりで、うんうん、え女性を使っていると<ー>そのやっぱり、えー、自分の店の従業員同じ仲間っていうふうに思ってやってる人はもう本当に少数でやはり多くの人は女性から賃金からもお金を取ろうっていうふうに思っているので、うん、いかにその、えー、税法上であったり、うん、その労働条件の中をか、うんえー、いくぐって 保証しないで済むかとか。はい あるいは、例えば、うちみたいなユニオンが来た時に、労使交渉して、うん、条件を上げたりしないで済むようにするか。っていうことを、絶えず考えて、うんうん、まあ、いろんな手立てを取っています、ね。あ、そうですね。ですから、まあ、罰金なんかも、埼玉も、ちょっとしたことで罰金取っていけば、実質的に賃金減らせるわけですからね。えー、そうですね。もう、マイナスもありますね。はい、えー、マイナスがね、はい、なるほどね。えー、まあ、そういう中で、でも、そうは言っても、十万円出るじゃないかとか。もう、あれは終わった。 なんだというふうに思われがちですが、うんはい、でも実はかなり尾を引いていて決して問題はまだ解決してないんだっていうふうにおっしゃってましたけどもまずはですねその,あの風俗とかキャバクラ、まあ、そういったセックスワーカーの人が排除される対象から排除されるっていうことが一回起きた時に、はい、まあそれを耳にしたそのまあ 働く人たちは、えー、やっぱり自分はその行政の支援は受けられないんだというふうに思った人がかなりいます。うんはい、であのそれによって、まあ、これからまあいろんな支援が出るのかもしれないんですけれど、うんはい、そういったものを含めて自分ははそれにに当てままらないといいとううふうに感じた方もすすごく皆さんやっぱりその給付金のことであったり、うんはい、助成金のことであったり、はい、まあ本当にもう、えー、社協とか生活保護とかいろんなものを えー、調べて、はい、何とかこう生活できないかということを考えているんですけれど、はいえー、それでもやはりもう非常に制度が複雑ですよね。まあ、そうで,すねでそういった中で、はい、ああいったその差別的な、えーまあ、ことがされたということでいろんな人が非常にもう心折れてるっていうこと。で やっぱりこれはもうコロナの危険があっても、うん、えなんとか空いてる店に行かなきゃいけないとかはい、はい、あるいはキャバクラが閉まってるんだったらえ違う店、はいえ、違うセックスワークの店に行かなきゃいけないとかっていうふうに思ってそれでえさらなる危険を呼んでるということもあると思います、まあ、そもそも,でもあのえ女の人が多い職場。うん っていうのは、そのような、耐震接触、ね、多い職場が、ね、えっと、あの、多いんですよね。例えば、えっと、その、あの、親にもありますように。一番女性の比率が高いところは、今、困難を極めている医療福祉関係。うん これもやっぱり対人でもろにも、えーそのえー、濃厚接触とか感染にさらされてる職場で、うん、しかも凄まじく忙しくなり過労死しそうになってるっていう問題が一つそれから2番目が、えー、と宿泊業飲食サービスここなんかもろそうですよねそれから3番目が、えー、と生活関連サービス業娯楽業ですから、うん、これで見ていきますと、えー、要するにもう女性は今回のコロナ感染でいくとそのなんていうか最前線っていうかう、ね、主戦場っていうところに立たせて されてきてきいるでその中でやっぱりキャバクラとか風俗関係なんかも一番接触しやすく危ないところでしかも貯金が少ない、ね、だから持ちこたえられないから働きに行っちゃう。 でこういうことがになってるということなんですよね。なんか、ええ、あのまあ年越し派遣村とかそのリーマンの、うんえー、後にまあ男性が、うんえー、主に切られて、はい、まあ経済区にあったってことが非常に取り上げられてるんですけど今回のコロナでは、ええ、男性よりむしろ女性の方が、ええ、その全面的に 経済庫に立たされて、はい、あるいは感染の危機危険ですね、うんはい、にも、えー、全面的に前に立て立たされてるっていう状況があると思います、えー。はい。その中でそこの最もまあ脆弱な部分、うん、弱い部分のキャバクラ政府属の人たちに対して、うん、そのえっ、ー、と支援を外していくっていうようなことを一変してしまい、うん、その結果その支援を受けられないくてもしょうがないなんだ、うん、私たちはっていうふうに思わせてしまった。 これは感染対策から言っても労働者の保護から言ってもものすすごく大きな問題でよねこの間相談を受けていて結構全国の方から来るんですのツイッターとか SNS で来るのでその中でもう死っていう単語がいっぱい出てくるもう死ぬしかないとかこのままじゃ死んじゃうとか死活問題だとかもう。 これじゃあもう食っていけないっていうような言葉がもうとにかく、えー、溢れていて、はい、それがもう今までの相談とはちょっと違ってきてるなっていうところが本当にひひひと感じてますねあのそうです、ねうん、先日あの男性ですけれども<ー>女性に切りつけたっていうのがありましたよね。えーえー、あれはやはやりそ,のそういった付属関関係係かかなな接客で働いておられて、うん、仕事がなくなってネットカフェに行ったらこのネットカフェからも閉められて でざるを得なくて事件に至ったときに供述しているというのがありましたが男性はそういうふうに見える形に良い,い悪いは別としてありますけども女性の場合は潜っちゃう,っていうことこになりますよねそうしても実家に帰るなんていうのもあるんじゃないんですか。ただまあこれは、えー えっとまず実家に帰れる方っていうのがまず限られてるんですね。はい、あ,あのとにかく、えー、例えばネグレクトされてるとか、はいえー、まあ DV の問題があって実家から出ている方っていうのも非常に多いですね。はい、でさらにえっ、ー、と実家に帰り。はいえー 帰ったら何とか生活できると思っても、はい、もう帰るための交通費がないという方、はい、で、えー、だから今回もしその給付金が出たらそれで帰れるっていう方もいたりするんですけど、あとは中にはその実家に帰るっていうことによって。 で、自分が東京から、まあ、そういうキャバクラだとか、そういうセクキャバだとかで働いていて。はい、それで帰ってしまうことによって、まあ、もう村八分になる。村八分っていう言葉がそのまま出てきてんです、ね。ああ、そうですか、へえ。で、あの、高齢の両親に、もし移してしまうってことを考えるなら。もう自分が死んだ方がいいと、いうような、え、声がありました。あーはーはーまあ、そうですよね。だって定年退職して、地方にで、ね、行こうと思ったら、断られたっていう話まである中に、ですから、うそうなると。 東京で働いていた女の子が戻ってきたってなったら、周りからどういう目で見られるかわからないという不安になるのもやむを得ないことですよね。うんうん、うん、そうなんですね。まあ、そうするとまあよく家にいようというスローガンがあります。けれども、世の中には家にいられない人、うん。 ね、がたくさんいて、うん、でそういう人たちに対する支援っていうことももっと正面から考えなければいけないということも今回の事件は示されていますよね。あのー 安倍首相が動画でお茶飲んでましたけど家にいるっていうのは男性はああいうイメージだと思うんですけど女性はその座っているソファを掃除しコーヒーを入れ家事をして育児をしてっていうそういうところが全く見えてないんだなっていう。 男性から DV を受けて外にも出られなかったりいる自体が命の危険があるような状態っていうことはやはりそこを想定して家にいるっていうことを考えなきゃいけないんだなというふうにそうですね女性にとっては家は必ずしも安心の場所ではなくて労働の場所であったり最悪の場合はそれこそ虐待される場所であったりというそういう状況を持っているので。 その辺をちょっと真面目に考えながら対策を打っていただかないとまずいということになりますよね。ねはいで、しかも。まあ、あの先ほどの仕事ですけども、待機児童なんかもね。うん、こんなにあの実は多いわけじゃないですか。うんえー、で、学童。 保育えっ、ー、と放課後の児童クラブも利用できない人が多い、うん、で、こういう日本の現状の中。ではえー、そのえー、働き続けられなくて、またキャバクラに働きに行くなんていうことも十分あり、うる状況なわけですよね。うんはい、で、中にも先ほど申し上げたように、キャバクラの中で保育施設とか託児施設を持っているケースもあるという。ちょっと皮肉な現象が起きている。 あとは、それ以外にもやっぱり親御さんがまだ若くて仕事をしていらしてその仕事が終わった後なら子どもの面倒見てもらえるのでそれで夜働くっていう方もいいらっしゃますねなるほどそういう場所としてあったのにとですから遊びの場所でもなければお客さんの目線でお客さんの前ではそれは言いますよね私たち楽しいんですとかそそれは仕事ですから。そうですね あの明るい場所を提供するのが、えー、暗いこと言えないんですもんね。も<う>はい。今月の水道代が払えない,と言わない、ね。<laughs> そうですね。お客さん来なくなっちゃいますからね。<laughs> はい。本当にそうだと思います。でも、そういうことに対して。なんか、そのユニオンへの相談の中に、経営者からのものも。あったんですって。はい、あの。はい。 これはもう本当に私も驚きだったんですけれど、はいええ、経営者の方が非常に熱心に電話をかけてくれていかに、えー、自分の、えー、店の従業員を守るために政府からの給付であったり助成金、えーはい、そういった何か支援が使えないかということで相談の電話がありました。 ホワイトな経営者でも経営者も確かにあのいろんな人がいるし困っている方もいるし、うんえー、何とかしてあげたいっていう人もいると思うのですがこのように失業保険はさっき言ったように小間切れ雇用夜だけとかそうなると、えー、雇用保険にもともと入っていなかった入れてあげてなかったとか。うん でもこれはね私聞いたんですあの労働基準監督署の人に「どうですか?はい」って「こんなの困るじゃないですか」えー、って言ったら遡って加入させれば適用されることもあるので、うん、頑張ってみてくれと、はい、それから2つ目が雇用調整助成金もこれもそうおっしゃってたんですよね。個人事業の支扱いをして負担を軽くしようと思ってやってきたら、うん、雇用じゃないからと言われて出ない、うん、ということですがこれも聞いたら。 えっと実態として労働者である、つまり時間管理をしているとか、うん、指揮命令をしているとか、<へ>それがあるならばえ、適用は可能性があるというふうに言ってるんですね。でそれから3つ目の休業手当もま助成金出ないとなかなか出せないですよね。<へ>でこれも助成金でそのようにして頑張って取ってくれれば、ひょっとしたらできるかもっていうふうには一応言ってはいて諦めないで。 そうです、ね。とは言っているのですが、えー、壁高いですよね。でもね。まあ、はい、あの、私からしても、やはり、え,ー、えっと、この三つ、まさに、えー、その。 その通りっていうところなんですけれど、うん、えっとやはりこれ個人あるいは経営者の人一、はい、人でやろうとすると、はい、非常に大変だなと思うんです。はい、で、例えばえっ、ー、と雇用保険のえっ、ー、と時間の問題とかでも、うんはい、えっと警察法で時間を短くされている場合は、うん、本来のシフトはもっと長かったものだっていうことで、あの実際働いた労働時間ではなく、はい、あの 本来、えー、働けるべき労働時間で本来ならば、えー、雇用保険入るべきものだと思うのでそういったことを、まあ、やっていくにはやっぱり、えー、それなりにこうみんなでこう知恵を寄せ合うというか、うんまあ、労働組合に相談したりであったりどういう政策この政策の中でどういった、えー、こう実際に支援を受けるために、うん、どうすればいいのかっていうことを、うん、あのまあ 行政の取り組む形で、はい、あのやっていかないと、えー、これを個人にじゃあやってくださいっていうのはちょっと酷かなっていう。 はい、これはの派遣の人なんかからも聞いたんですけども、うんえっと、いわゆる正社員とか、まあ、先生パートを雇われてる形じゃないので、えー、ダメですよっていうふうに、うん、労働基準監督署とかも窓口で言われてしまったっていうようなことがあったということなんですね。でそれは本来は通知があの出ていて、うん、ちゃんといろんな形でも柔軟にやってくださいと言ってるんですというふうに厚労省は言うんですが。うんうん 多様な働き方とあれだけ言いながら、ね、このような形でちゃんとした安全ネットを作ってこなかった責任ってやっぱり大きいですよね。大きいです。本当に、えー、あのこの間にどれだけ派遣の人が増えてきて、えー、どれだけ不安定な就労環境に置かれた人が増えたかっていうこと、はいえー、で、そしてその人たちが、うん、まあ受けるべき支援が受けられないっていうことあのそれも完全に政府に責任があると思います、うん。そうですよね。まず労働相談、それから働き方をもっと幅広く安全ネットを作ってほしい。 この2つぜひ言いたいんですがさて布施さん最後にこの番組はいつももっと今日明日から今からできる行動提起という形で皆さんにやっていただいてるんですが布施さんからはいかかがですなるほど全然考えていなかったんですがまず一つは今このコロナの時期なのでまず一番大切なのは差別の意識っていうのが あの自分にあるんだっていうことを自覚して行動することまあ、はい、特に、えーまあ、今いろんな問題が起きてるんですけど、うんはい、自分は差別なんかしないと思ってる人が差別するということが多いと思うのでこれはぜひ、えー、差別っていうことを今考え直すきっかけにしてほしいと思いますす、はいはい、そうですねあの差別しないってことは人間ありえないので実を言うと。 つきものなんですよね。それをしないって言っちゃうから、問題になる。はい、ということで、それを書いて、ちょっとまとめていただきましょう。はい。はい。書けました。はい。はい。差別について考える。はい。はい。人は誰でも差別をします。ですから、そのことを意識することがしないことの第一歩。で、そのことがいい働き方や、いい、その感染、コロナ対策を作ることになります。 ということで今日はありがとうございました。ありがとうございました。